見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。E 本で線香を配布していた事実。11月4日、自民党の幹事長に就任した茂木敏充氏、66、栃木5区。当選10回で外相、経産省、政調会長、選挙対策委員長などを歴任し、海外との交渉にも簡単に折れないタフネゴシエーターとしても知られる。一方で、前任者の甘利氏とは別のタイプの、政治と金の問題は何度も伝えられた過去を持つ。第1回は衆議院手帳、大会は香典についてお伝えした。今回は、線香の配布、問題である。線香配布に関しては、かつて小野寺いつのり元防衛省が議員辞職、公民権停止に追い込まれたことがあるから、決して軽い話ではないのだが、週刊新潮0180-1の記事に過失、修正しています。肩書きなどは当時のままです。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。金があって、選挙で丸がついて、信用もある。これをつなげた名前の金丸信がここまで来たことに意味がある。与党重鎮を40年にわたってウォッチしてきた元日経政治部長、岡崎森教氏。その著書、自民党秘史には、金丸信元自民党副総裁の言葉がこう引かれている。その金丸氏が総総メンバーである経政界の流れを組む平成研に所属する茂木氏が016年に集めた金は1億5655万円で、安倍首相をしのいで全閣僚中。先の衆院選でもライバルをダブルスコアで圧倒して9回連続当選と、金、丸、は確かに十分だ。しかし、進学は立たず、と胸を張って言えるか否か。これからそれを見ていくことにしたい。小野寺氏の議員辞職。これまで茂木氏をめぐっては、衆議院手帳の無償提供、香典配布問題という公選法違反問題が報じられてきた。そして、ここに来て、新本で線香を配布していた事実が浮かび上がってきたのである。新本とは初盆とも言い、その人の死後、初めて迎えるお盆を指す。線香と聞くと、小野寺さんでしょう、と政治部デスクが言うように、永田町で線香とは、同じ安倍内閣に並ぶ小野寺いつのり防衛省の過去の傷だ。もう18年前になりますか、自民党の1年生議員だった小野寺さんは選挙区内の有権者の自宅を訪れ、線香セットを1組ずつ配って回った。黒い箱の表には漢字で、衆院議員小野寺いつのりで、地元の県警捜査課は、共謀した7人の秘書と共に本人も公選法違反の疑いで書類送検したんです。同公選法は一部を除き、現職の議員や候補者が選挙区内の有権者に寄付することを禁止している。例外とは、議員本人が、結婚披露宴で出す祝儀、葬式、通夜で出す香典。つまり、議員本人か秘書かに関係なく線香一本でもアウトで、事実、小野寺氏はほどなく議員辞職し、年の公民権停止を含む略式命令を受けたのだった。そしてこれと同様のケースが、茂木氏の選挙区である栃木5区でも展開されてきたという。